パリコミューンによって築かれたバリケード革命家とは革命の支持、あるいはその称賛のために作られた極めて政治的な歌である。主に政治的なプロパガンダや政治扇動の場で指揮を上げるために用いられる。世界で有名な革命家の例としてはラ・マルセエーズとインターナショナルなどが挙げられる。革命家は政治的なプロパガンダの場で重要な役目を担っている。 芸術の一つの側面である、人間の意識界のあるイメージの拡散、音楽の一つの側面である、流通形態とは別個の速度ある人間の意識化への浸透を兼ね備えた、楽曲はよりわかりやすさを求め、幼稚園児や小学生にも理解できるほど、シンプルかつ耳に残る、心地よい旋律の融合を試みている。ただし、歌詞は非常に政治的なもので、 信用ならない政府を標的にしている。そのため、デモや実際の革命を行う際に放棄した団体が一致団結するために使われることが一般的である。その場の中で自然発生的に生まれたものが多いが、ベルトルトブレヒトなどの作家によって書かれたものも存在する。第二次世界大戦後の西欧における革命家は、 単に子供や青少年らに教える歌としてだけでなく、祝祭の場や公式な場などで歌う場合もあるものへと変化した。前述した通り、革命歌は非常にわかりやすく書かれたものである。歌詞は大概は政治的なものだったが、子供でも理解できるほど歌詞をありにしたものが存在する。子守歌や民謡など、子供に好かれる曲の歌詞を一見しただけでは、 それとわからないほど巧妙な手口ですげ書いたものも存在する。右派によって利用される可能性もある。映画、キャバレーはその恒例で、ある青年が自然について書かれた優しげな民謡、トゥモロービロングズツーメを歌い始める。しかし、徐々に行進曲風になり、映画の観客が、もしかしてこいつはヒトラーユーゲントの一員、と認識する頃には、ファシストのプロパガンダ用語、 ライジングアップに関した歌詞になっているという次第。中華人民共和国では1950から1970年代の特に文化大革命の時期に一つの文化として定着した。中国でポピュラーな革命家は南泥湾である。この楽曲は1941年に中国国民党の構成で当時は壁地だった沿岸に拠点を置き、 自給自足の生活を送ることを余儀なくされた中国共産党を称賛したものである。後に中国を支配した中国共産党はこの楽曲を中国国内の56の少数民族や各地の軍閥などに対して統一国家のイメージを定着させる意図で使用した。開放区的108月経過編事会は毛沢東時代に最も愛称される曲となった。 日本の革命家は世界各国と比べとりわけ労働家、反戦家と混在して認識されることが多い。ありがとうございます。